え？いや、俺は犯人じゃないです。おはようございまーす。ティレット、申しまーす。というわけで、こちらのゲームはですね、まあ、最近プレイしている、論破しておくとか、探偵のやつとか、ね、知らんけどのね、探偵のやつとかね、その方の作った伏見さんの作品です。いや、面白いんで、ちょっともう、シリーズ化になっちゃってんね、完全に。今回はね、俺は犯人じゃないということで、また、論破テクニックとかを使ってね、犯人じゃないことを、明かしていくんでしょうかね。じゃあ、お願いします。はははははは。この物語の犯人は彼です。黒いシルエットの人物が、まあ、犯人ということでね、皆さんよろしくお願いします。なんでこれ、今回はいよいよそうきたか。はい。このゲームのエンディングは一種類。結局のところ最終的に行き着くのは一種類なんだろうね。ただ、この人って選択肢が結構面白いから、選択肢をちょっと回収したいね。ゲームオーバーもありませんと。はい。背景が真っ赤になることあったけどね。このゲームはフィクションです。登場する人物は全て架空のものです。はい、大丈夫です。俺が犯人です。え？何の犯人かって？これから起きる連続殺人事件のですよ。あれとちょっと繋がってるな、なんか。俺はこれから7人の人間を殺害するつもりです。なんでまず犯人の毒化から入ってんだよ。はい。この書籍は7人に送る孤島の館への招待状です。そうです。俺は孤島の館では連続殺人を計画しているのです。まあでも、ある意味犯人視点で、その後犯人が、いかにさ、他の人たちの目を欺いていくかっていうのも逆に面白いかもしんないね、そういうのは。数日後。はい。おー！メイド、皆様お待ちしておりました。館は、ここから少し歩きます。案内しますので、私の後についてきてください。メイドもじゃあ、あれか？その事実を知ってんのかな？ミステリー研究会の部長。ここは舞台となる孤島か。これからどんな惨劇が起こるのか。ワクワクするな。関西弁の男出てきたぞ。何がワクワクするや。不謹慎なこと言うな。つまらない人ですね。関西人のくせに冗談も通じないなんて。俺はつまらん状態には乗らん。なあ、あんたもそう思うやろ？犯人いや、犯人ってさ、ここに手書くのもなかなか珍しいぞ。ん？おい、大丈夫か、あんた。え？おうおお、そうですね。なや、変なやつやな。ジョイ！ああ、なるほどね。皆さんも、やはり謎の人物から招待状を受け取ったんですか？ IT 芸者賞！そうです。僕は、ミステリー好きとして、招待通に興味を持ったのがここに来ましたが、皆さんは、なぜわざわざこんなところに？黙秘します。黙秘する？え？僕も同意見です。初対面の人間に話す内容ではありませんので、なんだ、一緒に集まってる中ではちょっとね、どっちかっていうと、ギスギスしてるね。あなたは犯人？え？いや、俺は、なんとなくかな？なんとなくですね。うん。ふむ。あなたも何か複雑な事情がありそうですね。まあ、逆にね、助かったね。他の人が黙秘してるから、メイド到着しましたと。ってことは、登場人物はこれで7人揃ってんのか、一応は。おお！犯人館です。犯人館の殺人！なんやこれは。殺害対象は、あと7人。はい。おや！館の中に誰かいるようですよ。お、誰かいるんだね、すでに。おや？本当ですね。先に来ている人がいるのですか？はい。2名いらっしゃいます。そうだね。7人にしてなんか数足らないなって思ってたけど。ほほー。ということは今、この島には8人いるということですね。俺を除くとちょうど7人だ。
ん？ええー、まあまあまあ、そうです。7人、うん、そうだね。7人うまく集まったようだな。となると、屋敷内にいるのは、この場にいないテレビプロデューサーと元アイドルの2人。元アイドルか。うん。おや、あ、警部！おや、他の方が来たようだ。仮面の怪人！おぉ、これは大所帯ですね。え？誰だあんたら！想像してるのと違うの来たぞ。おっと、自己紹介先でしたな。私は刑事をやっているものです。階級は警部です。あのさ、階級は警部ですっていうやつなかなかいねえぞ。不審な招待状が自宅に届いたので。なんで警部のとこに届くの？なんで警部のとこ届いた？え？まさか、招待状の送り先を間違えた？警部殺さなあかんな。しかも世によって刑事の家に送ってしまった？ははははは。殺害手帳は、あと6人。あれ？外したの？うわぁ、こんなところで立場でしょ、なんです。中に入って、お茶を飲みましょう。いや、お前は何なんだよ。仮面の怪人だよね。いかにも逆にお前の方が犯人っぽいよ。仮面を取れ！そんな仮面のさ、怪人を、招待した覚えはない！え？招待した覚えはないって言っちゃったよ。いや、すいません。初期からあの、招待を隠しておきたいんです。仮面は取れません。仮は私が呼びました。え？招待状は2通取れてるので、せっかくだからと知人を呼んでみました。警部の知人かい。本当は、領土内の家の、テレビルーズさんが元あれでも誘ってやがったんですかね。領土内やったんか。まさか。2通も送り先を間違えた？外したの？結局のところ。ふむ。しかしどうにもあなた怪しいですね。怪しまれてるよ。さっきからわけのわからないこと言っている。そうだよ。しかもさ、自分でなんかもう言っちゃったような気がするんだけど、気のせい？ひょっとして私たちを招待したのはあなたですか？え？いえー、そんなわけないじゃないですか。おー、俺もその招待状を受け取った一人ですよ。招待状を見せろって言われたらやばいぞ。ふむ。では、名前を教えてもらえますか？犯人って書いてあるけど。え？しまった！偽名を考えるの忘れていた！俺の名前は、偽名といえば、あ！江戸川湖！いや、江戸川。そう！江戸川。二百面相。なんや、江戸川二百面相って。江戸川二百面相です。隠して、惨劇の幕は上がる。もうすでに惨劇始まっとるみたいなもんやろ。惨劇始まっとるわ、すでに。名前ですごく怪しまれたが、なんとか乗り切ったぞ。乗り切ってはないと思うんだけどな。乗り切るって言葉の意味を間違えてないか。さて、気を取り直して、計画を実行に移すか。5人になっちゃったけどね。最初に殺すのはジョイだ。医者がいると、後々面倒だからな。確かに。倒した後にさ、まあ、回復させられるからね。なんや、回復させられるって。まあ、救護ができてしまうからね。彼女の殺害は、自殺に偽装する予定だ。方法はこうだ。女医の自室内で彼女を拳銃で殺害し、うわぁ、良い周到だね。拳銃を女医の手に握らせる。うん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 。密接にすんのかな？その後、部屋の入り口の扉にドアチェーンをかけ、俺はその扉の脇に隠れる。扉の脇に隠れるんだ。逃げないんだ。あー、まあでも、脇にタンスとかあったら、ね。扉の脇にタンスとかあったらいけるね。人生を聞いた他の奴らがすぐに部屋に駆けつけてくるだろう。部屋の扉を開くとドアチェーンがかかっているが、その先に彼女の死体が見えるはずだ。どうにかして扉を開けてみんなが入ってくるだろうが、扉の脇にいる俺は、開けられた扉の上に張り込みを気づかれない。気づかれるよ。え？え？いや、気づかれると思うんだよな、100。脇でしょ？扉の脇でしょ？痛いじゃん！扉バーンって開けるんだから。扉ってバーンって開くもんだから痛くない？全員が部屋に見届けた後、何食わん食わせ後ろから登場するというわけだ。いや、無理があると思うんだよな。皆さん、どうしたっす？何があったんですか？と、こんな風にだ。いやー、無理だな。密室内で死んだ女医が自殺と判断されれば、
その後の犯行も実行しやすくなるだろう。とまあ、このような完璧な計画を立ててみたが、扉の後ろに隠れただけですぐに見つかってしまう可能性が少しある。少しどころか。まあそこにちゃんと想像いったのね。そうだ、あの手を使うか。よし、シミュレーション終わりだ。て、なんだろう。まあ棚に隠れるとかかな。数十分後。ああ、本当にでも殺害はしたんだね。ジョイさん、ダメだ、死んでいる。部屋に鍵がかかってたっちゅうことは、この拳銃で自殺したんか。今だ、皆さんどうしたんです、何かあったんですか。ん、いや、えええ、江戸川さん今この部屋に来たんですか。え、はあ、はい。いや、部屋で寝ていたもので、うん、ちょっと遅くれたんですよ。部屋で寝ていたって、だってあなたどうかしましたか。あなたの部屋、この部屋の隣ですよね。起きるっつうの。え、隣の部屋で寝ていた。私たちは銃声が聞こえて扉を開けたら彼女が死んでいて、さらに大騒ぎしてドアをみんなに蹴破って入ったんですよ。その騒ぎの中、あなたの部屋隣部屋で寝ていたと。そうだった。しまったー。これではあまり不自然。どうすればいい。どうにかしてこの場を切り抜けないわ。実はですね、あ、来たわ。まだまたあるし、俺が犯人なんです。隠れんぼしていて扉の上に隠れていた。みんなの前の声入りづらかった。背の順で抜いつつのかと思った。どういうことやの。なんか、小学生みたいな発想あるで。まあ、ここはね、いや、俺、それは、俺が犯人だからですよ。終わったやん。え、俺が犯人です。獣医が憎くて殺しました。自殺ではありません。認めたんかよ。結局そのあたり認めちゃうんだな。いや、いや、まあところどころ自殺にしてはおかしい部分があるので他殺だとは思いましたが、本当にあなたが犯人なんですね。は、はい、決して真犯人に落とされていってるわけではありませんよ。いいですね。何？真犯人で押さえているんですか？うまいこと言ったね。真犯人って言ったか。いや、そんなことないです。真犯人で押されて怪しい行動をとって自白を要求させられてて、なんてそんなことありません。あ、うまいわ。逆にうまいわ、それは。逆にそうやって言えば、なぜならこう言わないと殺されてしまうからです。だいぶ丸けな話やけどな。わかりました。江戸川さん、もう喋らなくていいですよ。事情はすっかりわかりました。警部？というと？私が想像するに、彼は真犯人に脅されているんだろう。だから怪しい行動を取ったんだ。我々探すべきは、彼を脅した真の黒幕ということだ。逆に起点聞かしちゃったね。いらない起点聞かしたな。なるほど。論破！いや、論破ではないでしょう。論破はしてないからね。あと4人。次のターゲットはミステリー研究会の部長だ。おお、一番喋ってた人じゃん。部長には食事中に死んでもらう毒とか入れるってことか。食事の壁にはボウガンを仕掛けており、これは13時になると発射される。なので部長にはボウガンの射線上の席に座ってもらう。座ってもらえるかな、なんか別の人が座りそうだけど、まあそれはそれで OK のが、俺は部長の正面の席、ボウガンと部長の間に座る。もちろんそのままだと、13時に俺の後頭部に矢が直撃する。あー、なるほど。13時になる直前に俺は食器を落としたのをして椅子の下にかがむようにする。あ、で、心配した人がこっちに来るってわけか。こうすることで、俺が殺されるはずだったのが、運悪く部長が死んでしまったという状況が出来上がり、俺は疑いから逃れることができるということだ。もうすでに逃れてるけどね、いろんな意味で。ただし問題は2点ある。1つ。席が決まっていないので、部長がどこに座るかわからない。おお。もう一つ。13時付近に部長が席を離れたりした場合、矢が外れる可能性がある。そして他の人に当たる可能性もあるよね。だが、その点はすでに考慮済み。うん。そしてもちろん対応済み。お、対応済みか。
あー出た。やっぱそうか。実はメイドは俺の共犯者なのだ。真犯人がじゃあメイドになっちゃうよ、そのままだと。大丈夫かな？管理で雇っている。あ、凄腕の殺し屋かな？メイドが部長を指定の席に案内する。さらに13時に席に着いているよう、うまく誘導するように指示している。シンプルに部長が殺害されればメイドが怪しまれるとこだろう。だが先に述べたように、俺が狙われたが運悪く部長が死んだという、いけずるとそんな状況のため、共犯説にたどり着かない限りメイドが疑われることはない。もう疑われてるような気がしないでもないけど。まあ、メイドもちろん後で始末するつもりで、大丈夫かな？逆にやられそうな気がするけどな。はっはっはっは。前回は下手に言葉を発して沈黙を集めて失敗したからな。今回は黙って状況を見守ることにする。これで変に注目を浴びず、俺に疑いが及ぶこともないだろう。数十分後、まあ、うまくいくんでしょうかね。ボーガンだよ。どっから？あそこです。江戸川さんの席の後ろの壁の隙間にある。ダメだ。部長君はもう、亡くなっている。あんた危なかったな。たまたま机の下におったら助かったというわけか。黙秘してんね。頼む。話しかけないでくれ。ん？ちょっと待ってください。どうかしたんですか？江戸川さん？あなた、なんでそんなに冷静なんですか？え？私はちょうどあなたの斜め向かいの席に座ってましたが、ボーガンが部長の頭に突き刺すとき、みんなが一様に驚いている中、あなたはほとんど平常に変化がありませんでした。今も自分の位置が狙われてた時に対して何も恐怖心がないようだ。ん？あんたちょっとニヤついてへんか？この状況それはおかしないか？そうです。あなた、この状況わかってたんじゃないですか？ああ、だから驚かなかった。もう驚けよかったのにね。コナンの犯人でも驚くよ。黒いシルエットの人物でもね。しまった！ここで驚いてる。逆に不自然！あと計画がうまくいきずに、思わずにやりとしてしまった。終わったよ、まあ犯人として。ポンがな、ポンがすぎる。どうすればいい？どうにかしてこの場を切り抜けなければ。実はですね。はっ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 は。もう言ってんじゃん。メイドが犯人だとか。俺には未来が見えるんです。俺は中二病なんです。新喜劇が始まったのかと思った。じゃあまあね、ちょっとここはね、裏切りに走るとしましょう。メイドが犯人ですよ。だって、部長をその席に座ったのメイドだ。しかも発射されたタイミング、メイドは必要以上に部長に話しかけていた。不自然極まりない。メイドが犯人です。警部、早くメイドを捕まえてください。ちなみに、メイドが、俺に指示されたとか言い出すかもしれませんが、そんな犯人のザレ事を信じちゃいませんよ。さっきは真犯人の話しとったやないかよ。はぁ？江戸川、お前ふざけんなよ。ふむ。確かに私もメイドの行動は怪しいと思ってました。警部、先にメイドに話を聞いた方がいいかもしれませんね。確かに。当のメイドの方も、先ほどの落ち着いた雰囲気から一転、大変取り乱しているようだ。明らかに怪しいな。メルさん、ちょっと話を聞かせてもらえますかな？何？別にあなたが犯人と決めつけてるわけではないんですよ。そうです。犯人は黒いシルエットの人物なんですから。少し私と世間話をしてほしいだけです。さ、こちら。いや、待って！真犯人は江戸川ですよ！私はあいつに指示しただけです。部長を特定指示でね、席に座せておくのよいと。まさか暴漢が死ぬなんてことはなると知らなかったんです。それ見たことか、警部。俺がさっき言った通りのことを言い出してましたよ。決して信じちゃいけません。そう！俺はメイドがボーガンの発射ボタンを押すのを見ました！メイドの上が伸びて壁に仕組む腕が伸びて、壁に仕組まれたボーガンを走る腕が伸びる。なんだと？別にあんたそんなことできるんですか？腕が伸びる。詳しく聞かせてもらいましょうか。さあ、こっちに来なさい！今日許さない！ロンパー！ああ、もう終わったわ。